美術家市田美奈美のアートダイアリー。言葉を紡ぎながら、音を奏でながら、絵を描きながら、形を作りながら、どこまでも終わりのない音の森、終わらない旅。今日はどこか懐かしい音が生まれた。どこか遠くから。ピアノやマリンバ。琴や和太鼓の音が聞こえてきた。心の奥底にある感覚の中にあった音。多分私の感覚の中に刷り込まれた音。慣れ親しんではいないけれど。どこか懐かしいと感じてしまう音。今日は懐かしい音が生まれた。